皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は2つ。1つ目は、まずは、渓谷のボイコットジャパン運動。もはやあの人たちの頭の中にはこのボイコットジャパン運動、特に旅行する際にはほとんど頭に残っていないのではないかというニュースについて取り上げていきます。そして2つ目は、つい先日、渓谷はホルムズ海峡に軍を派遣するという決定を行いました。その後の顛末やその後の影響といったものを見ると少し面白い展開になっているので、これも取り上げていきましょう。それではまずは1本目のニュース、渓谷がボイコットジャパン運動をもう忘れたかなと思わせるようなニュースからどうぞ。渓谷旅行客、旧正月連休の人気旅行先1位は日本。来たる今年の旧正月連休1月24日から27日は渓谷旅行客の日本旅行に対する人気が高いことが分かった。20日、旅行予約プラットフォームアゴダは、アジア圏旅行客の2020年旧正月連休期間の宿泊予約データを分析した結果を発表した。今年の旧正月連休にアジア地域旅行客に最も人気がある旅行先は日本の東京だった。旅行客の先行度を国別に調べてみると、渓谷旅行客に最も人気のある国は日本で、次いでベトナム、タイが続いた。都市別ではバンコク、福岡、ニャチャン、ダナン、台北の順だった。旅行予約サイトの人気を裏付けるかのように、航空便の搭乗率も上昇しています。釜山発の日本路線搭乗率約7割、自粛ムード緩む、旧正月連休。渓谷の旧正月連休24日から27日と、前日の23日に南部釜山の近海空港を利用する人は約23万人で、国際線のうち日本路線の搭乗率は 70% 近くに上る見通しだ。日本が対韓輸出規制を強化して以降、渓谷では日本旅行を自粛する傾向にあるが、この旧正月連休に日本旅行を計画している人は少なくないようだ。渓谷空港公社、釜山地域本部は23日、同日から連休最終日まで5日間の近海空港の国内線利用者を9万1576人、国際線利用者を14万1043人と予想した。26日が最も混雑するとみられる。国際線の1日あたりの平均利用者は昨年の旧正月連休に比べ約 7.5% 減少すると予想される。今年は連休が短い上に日本路線の利用者が減ったため、日本路線の1日あたりの搭乗率は平均 69.8% に上る見通しだ。昨年の平均搭乗率 81.1% より10ポイント以上低い。ただ、日本旅行の自粛が始まった昨年下半期に 50% 台まで落ち込んだことに比べれば大幅な回復となる。ある格安航空会社の場合、日本路線の予約率が平均 84% を記録しているという。航空業界ではこの旧正月連休を機に日本旅行の需要が目に見えて回復するのではないかとの見方も出ている。あちらの国の予約サイトで日本が旅行先としてナンバーワンだというニュースから始まって、それを裏付けるかのように日本便の搭乗率がはるかに向上している。去年のボイコットジャパン運動が盛んだった頃であればもう客席が半分ぐらいしか回っていなかったのに、もう今になっては7割近く、そして8割に届こうとしています。この8割の搭乗率というのは明らかな黒字路線になったということです。ですからボイコットジャパン運動というものがもう下火になったと考えた方が良いでしょう。ここから先は日本便の減便やもしくは中止といったものはなかなかお目にかかれるものではありません。黒字化した以上はおそらく渓谷はさらなる増便というものをそろそろ考え始めるような時期かもしれません。それほどにあの国の人たちはボイコットジャパン運動というものをもう完全にどこか遠い昔のことのように思っているのかもしれません。しかし思い出してもみてください。ボイコットジャパン運動が始まったのは去年の8月9月といったまだ半年ほど前というそのぐらいの期間しか経っていません。日本がホワイト国指定というものを廃止したまさにそのタイミングでムン・ジェイン大統領は日本が経済侵略を行うまさに盗っ人武田式しいやつめなどといったさまざまな言葉を駆使して日本側を非難したものです。そしてムン・ジェイン大統領の支持団体などが中心となって官製の不買運動を展開するようなことになりました。反日政策においては全ての報道機関が結託するあの国において、こうした日本側への反感は
非常に高まり、ボイコットジャパン運動というものは一つの形になりました。それこそ日本メーカーの作るような服はもう着ないであるとか、日本には行かない、日本の食品は買わない、などといったお話などが様々出たわけですが、結局半年も経ってみれば、もうほとんどの人がそんなこともあったねと昔話になってしまったようです。このような事態の鎮静化というものは、ボイコットジャパン運動が始まった時からすでに予想されていました。インターネット上には、各国の人たちというものは熱しやすく冷めやすい、今回のボイコットジャパンも結局は口だけで、そのうちやめてしまうさといったような指摘が多くされていました。こういった日本側の指摘というものは数多く見られたわけですが、それに対する反論は、あの国の人たちを一概にそのように言うのは間違っている、あの国の人たちに対するヘイトだといったことを指摘する人たちもいました。しかし現在の状況からしてみれば、インターネット上であの国の人たちは熱しやすく冷めやすい、だからそのうちやめてしまうさという指摘の方が結局は当たっていたと彼ら自身の行動が示しているのではないでしょうか。皆さんはどう思われるでしょうか。それでは次のニュースへ続きます。今度のニュースは、英国政府がホルムズ海峡に軍を派遣することを決定したというニュースに続いて、その後どうなったかというのをニュースとして追っていきましょう。それではニュースをお聞きください。ホルムズ海峡への軍派遣、賛成 51.9%、反対 33.1%。 米国の世論調査会社リアルメーターが23日に発表した調査結果によると、政府がイラン沖のホルムズ海峡への軍派遣を決めたことについて、よくやったとの回答が 51.9%、 間違った決定との答えが 33.1% だった。米国政府は21日、自国の国民と船舶の安全確保のため、ソマリア沖のアデン湾に派遣している海軍政界部隊の活動範囲を広げる形で、ホルムズ海峡周辺に同部隊を派遣する方針を発表した。派遣を決める前だった今月10日にリアルメーターが実施した調査結果では、反対 48.4% が賛成 40.3% を上回っていた。一方、テレビ局 YTN の依頼で20日から22日、全国の18歳以上の1506人を対象に行った調査で、ムンジェイン大統領の支持率は前週より 1.7 ポイント上がった 47.0%、 不支持率は 1.0 ポイント下がった 49.9% だった。米国がホルムズ海峡へ軍を派遣するということに関して、アメリカが公式見解を発表しました。アメリカ国務省、国防総省、米国政府のホルムズ海峡派兵決定を歓迎。アメリカ政府は、米国がホルムズ海峡に独自派兵を決めたことについて歓迎の意を表明した。国務省報道官室関係者は21日、ハンギョレに、アメリカは政界部隊の任務をホルムズ海峡に拡大することにした米国の決定を歓迎し、ありがたく思っていると述べた。さらに、今回の決定は韓米同盟の力と国際的な安保懸念に協力するという我々の約束を立証するものだと述べた。これについて、イスヒョク駐米大使は同日昼、ワシントンの米国文化院で開かれた記者懇談会で、米国政府がイランの立場も度外視できない状況で、様々な困難な検討過程を経て決定した。政府の発表通り、苦悩に満ちた決定だったと述べた。アメリカ政府は米国の決定に対して歓迎の意思を表明しました。しかしこれで問題が解決したわけではありません。アメリカと米国との間にはまだまだ様々な問題が横たわっています。米国のアメリカ基地労働者に休職通知も、軍駐留費の負担増交渉をめぐり、トランプアメリカ政権が在韓米軍の駐留経費の負担増を米国に求めている問題で、ブルームバーグ通信は22日、複数の関係者の話として、交渉が妥結に至らなければ、在韓米軍基地で働く米国人労働者約9000人に対し、数週間以内に休職を通知する方針だと伝えた。トランプ政権は米国に対して昨年の負担額の5倍を超える約50億ドル、約5500億円を要求し、両国は昨年末まで協議を続けたが、妥結できないまま越年した。ホルムズ海峡に軍を派遣する。この決定にはかなりの紆余曲折がありました。アメリカから有志連合に加わりなさいという圧力を随分と前から受けていました。
それに対して K国はイランを刺激したくないし送りたくないな、何とかしてこの答えをはぐらかそうとずっとしてきました。そしてイランの在韓大使がもしも軍を新たに派遣して有志連合に加わるようであれば断交というものも選択肢のうちに含まれる可能性があるぞというお話をしました。こうした状況にあって K国政府が下した決断というのはすでに何年も前からソマリア沖の海賊対策に応じて送っていた制海部隊というものを活動範囲を広げることによってあたかも部隊を送りましたよというポーズを取るというまあいわばイランの顔を立てつつ一方でアメリカの軍を派遣しなさいという要望にも応える結構ごまかしの効いた決定でした。しかしこれが国民に受けたのかどうか、それとも世論調査会社にある数値のいじり方に何か問題があったのか、そこのところは少し考えなければなりませんが、派遣前と派遣後では調査結果の色合いが変わっています。派遣前であればもうあそこに軍を送るなんてとんでもないといった具合にして反対の方が多かったのです。派遣前は反対が 48.4%、 賛成が 40.3%。 ところがこのごまかしの軍派遣というものを決定した後に出てきた世論調査ではこれが全く様相が異なって、よくやった 51.9%、 そして同じ世論調査会社でこれほど見事な手のひら返しを見せつけられると、あの国の世論というものは、もしくは世論調査会社というものがどれほど信用ならないかといったところで、まあ面白く見ることができます。さらに面白いのはこの決定によってムンジェイン大統領の支持率が上がったということです。よくやった、つまり外交において非常に良い決断をしたというふうに捉えられていることです。この問題に関してはアメリカは歓迎するという意思を表明しており、少なくともムンジェイン大統領の取ったこの決定というものに対して反対や非難というものは行っていません。たとえごまかしであろうとも、K国が軍を派遣するといわばその声を上げたということ自体は否定されるものではないからです。しかし心の中では舌打ちをしているのでしょう。別の問題に関しては事態は悪化を続けています。それが在韓米軍の駐留費用問題についてです。費用をいくらにするかということが交渉で決まっていない以上、いつまでもアメリカ軍側が K国の人たちの職員を養う必要は全くないわけで、そろそろ放り投げそうかというところに話が進もうとしています。さらにさらに面白いことには、今回ムンジェイン大統領としてはイランの顔を立ててこういった決定をしたわけですが、当のイランからは一応非難が飛んでいます。そもそも論として、イランは外国の部隊というものがこの中東地域に派遣されることに賛成するわけがないじゃないかといった意見も表明しています。同じように部隊を送っている日本に対しては、ああ中東地域、まあ特に海賊に対して、まあ対抗するために部隊を送るんですか、ああわかりましたよと理解を示したイランとは随分と反応の違うことです。ただしイランが K国に対して完全に怒っているかというとそうではありません。なぜならば今回懸念やもしくは不満を表明をしていますが、少なくとも今後 K国に対してはもう二度と原油も売らないし天然ガスも売らないといったような話は全くしていませんし、同じように断交を宣言もしていません。つまりイランは信頼できない K国に対して懸念や不満というものを表明するが、まあ今回の決定そのものは我々の要求にある程度従ったんだなというほんの些細な部分ではありますが評価はしたということでしょう。このようにイランからはほんのちょっぴりとしか評価されず、アメリカからは心の中で舌打ちをされ、そして中東地域からは誰一人からも理解はされずにあの地域に展開するわけですから、それこそ何の役にも立たずに何のために行っているんだろうあの国はというような評判が立つのではないかと私は思っています。皆さんは K国の外交、特に中東問題についてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。それでは動画を見終わったら評価ボタンのクリックもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。